はあ、もうどれほどの時が経ったんじゃろうか。わらわがこの山奥の社に祀られ何百年、信仰がなくなり、いや、虚しくなるから考えるのはよそう。ん？人間？若い人間か？まさか参拝？いや、まさかな。本当に参拝客だったのか？え、参拝の他にどんな目的で神社に来るんだ？ああ、それもそうじゃの。もう何百年と人が来ておらんでんの。ん？若いの、お主、まさかわらわが見えておるのか？おお、今日も来てくれたか。ほれ、裏に回ろう。縁側に腰掛けて茶でも飲みながら現代のことをまた教えてくれ。そうか、今の時代はそんな平和か。そうか。なあお主、なぜお主は毎日毎日わらわのもとに来てくれるのじゃ。あの日初めてお主がわらわの社を訪れ、わらわと言葉を交わした時に言ったことを忘れたわけではなかろう。百年以上信仰のない神様に人の子の願い一つ叶える力はないと、そう言ったはずじゃ。なぜお主はわらわのところに来てくれる？ふむ、確かに信仰がないのなら、また信仰する者がいれば力は戻るはずか。間違ってはおらんがな、たかが一人の人間の信仰心で力を取り戻すにはどれほど時間がかかるか。それでもやるか。そうまでして射止めたい娘がお主にはおるんじゃな。なぜそれは？わらはこれでも神様ぞ。願い叶える力は失せたが、人の願いを聞く力まではなくしたとは言っとらん。ほれ、わらわの蛇の体をぐるりと巻きつけて。どうじゃ？ひんやりしていて気持ちいいじゃろ。わらわな、もう、うち泣いたくないのじゃ。人の命など儚いもの、どんなに長くても、百年に満たぬうちに人は。すまんの。どうやら信仰されぬうちに、きっとわらわは、神様から妖怪に落ちたのかもしれん。一つ嘘をついた。人間一人の信仰でも信仰心に変わりはない。だからわずかだが力戻っておるよ。でもその力で今のお主の願いは叶えたくない。もし叶えたらお主はここに来なくなる。嫌じゃ、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 嫌じゃ。やっと、やっとわらわのそばにまた人が来てくれたのに、孤独が癒えたのに、また一人は嫌じゃ。もう、一人ぼっちは。